大竹をくれたソフトバンクに投げかけたい言葉。ありがとう。またこういう投手譲ってください。本当にありがとう。お礼に2歩はお返しします。ソフトバンクなら絶対体制できなかった選手や、オタクらの再生能力がズバ抜けてるだけや、真面目になんで大竹出したんや、他にもおるやろ。なめ、プロ野球の発展のためにスチュワートもください。またお願いするやで。ソフバンさんサンキュー。スタンリッチスアレス大竹カジヤ神かな。15勝あるかな。武田高橋レイもどうぞ。スアレスみたいなのまたください。スアレスとか大竹見てると役割が人を成長させると実感させられる。ありがとう。藤波帰ってきたら取っていいよ。阪神じゃないと育てれなかったのか。レイちゃんとスチュワートとシーノと有原と杉山ももらってくれてええで。本当に頭が上がらんで。携帯のキャリアもソフトバンクや。あともう一回スアレスみたいなの欲しい。言うほど阪神が何かしたか。使えそうやから取ってきて投げさせたら今のイメージや。本人の実力。こんな良い選手いっぱいいるだろうに勝てないのって普通に監督が悪いのでは。ジャスティスといい大竹といい、ソフバンから来る選手は活躍が約束されてるな。てかその二人いたらダントツ1位だった可能性あるやろ。調子乗って武田か高橋レイとって後悔してほしい。他にも他球団に移籍することで覚醒する選手も多くいますね。他にはどんな選手が移籍することで覚醒すると思いますか？ぜひコメント欄でお聞かせください。